折り紙で作ったキューブです。6枚の紙を組み合わせて作ります。こっちとこっち。両方とも色が違うだけで同じに見えますよね。ところが、実は違うパーツを使って組み上げてあります。こっちは私が考えたやり方で、よいしょ、分解すると、こんなです。こんな風に、風車みたいなパーツを使っています。これは私が考えました。こっちは、YouTube でどなたか知らない外国の方が教えてくれたんですけど、これはなかなか面白いですよ。分解してみると、よいしょ、だいたい分解のどこがつなぎ目になっているのかわからない不思議な作品なんですけど、こうして分解するとこうなっちゃうんです。全然違うでしょ。こうなっていて、この継ぎ手の方に模様がついていて、これをここに差し込むとツートンカラーの模様になるんですね。これは面白い作りだと思いました。全く同じものに見えますが、別のパーツで作られているという例でした。